今日から全国およそ51万人の受験生が受ける大学入学共通テストが始まりました。心臓がドクドク言ってるのが自分でも分かってきてて、全力を出したいと思います。周りの人たちが多分めちゃくちゃ勉強してるなと思ったら怖いっていう大学入学共通テストは今年が3回目で、全国679の会場でおよそ51万人が挑みます。新型コロナの影響などを想定し、今年も追試験が行われる予定です。前回の共通テストで試験内容が流出した事件を受けて、今回から受験案内には不正行為は警察へ被害届を出す場合があると明記されています。また文部科学省は SNS などで問題の回答依頼に応じれば刑事罰に問われる可能性もあると注意を呼びかけています。